皆さんこんにちは。今回は現役女子大生に聞いた好きな YouTuber ランキングをご紹介したいと思います。10位なごみ。なごみさんはとにかくお顔が可愛い癒し系の女性 YouTuber です。カップルチャンネルとしても活動しておりますが、なごみちゃんが可愛いだけでなくとても面白いので、カップルチャンネルにどうしても存在してしまうアンチが少ないように感じます。カップルの日常やデートの様子を撮った動画もとてもおすすめですが、個人的にはメイク動画を参考にさせていただいています。なごみちゃんのように可愛いお顔に憧れる全女性に見てほしいです。9位マーパソ。岡山が生んだ奇跡のブスという自虐キャッチコピーで人気を博している女性 YouTuber です。キャッチコピーを生かしメイク動画を上げたりしています。メイクが本当にうまく、どう考えてもすっぴんと同一人物とは思えない変わりように驚きます。またトーク力が高く、日常の会話が全て面白いです。他の YouTuber とのコラボも多く、今まで知らなかった YouTuber を知るきっかけになったりするため、お気に入りの YouTuber を模索中の方にもおすすめできます。8位はじめしゃちょ。人気 YouTuber といえばはじめしゃちょと言っても過言ではないほどに人気です。お金があるがゆえに贅沢で大胆な動画が多く、視聴者に夢を与えてくれます。はじめしゃちょに憧れて、将来の夢は YouTuber と語る子供が増えている現状に納得できる豪華な生活ぶりです。人気なだけあり、他の人気 YouTuber とのコラボ動画も多く、絡みもとても面白くおすすめです。健全な動画が多いため、小さい子供にもおすすめできる YouTuber です。7位、まふまふ。現役一体手の方が運営している YouTube チャンネルです。男性とは思えない高値の歌声は一品です。歌ってみた動画やオリジナル曲などの動画はもちろん、歌唱力に圧倒されておすすめです。また、白髪に大きな瞳という見た目の美しさに虜になったファンも多いです。ゲーム実況者との動画もかなり面白くおすすめですが、やはり歌い手仲間との実写動画がおすすめです。特に、24時間手錠生活という動画は面白く、歌い手ファンだけではなく全員に見てほしい動画です。6位、カノエイコーチャンネル。芸人のカノエイコーさんが運営している YouTube チャンネルです。テレビで拝見することは最近はめっきり減ってしまったように感じますが、やはりトーク力がすごく、さすが芸人さんだなと感じます。ゲーム実況もたくさん言っていますが、正直ゲームはあまり上手ではありません。しかしそこが面白いのです。絶妙にポンコツなゲーム操作と抜群のトーク力が面白く、ついに見に来てしまいます。特におすすめなのは、バイオハザード、などのホラーゲームです。5位、ジェラードンチャンネル。こちらは芸人の、ジェラードン、の3人が運営している YouTube チャンネルです。主にネタ動画を投稿しており、そのネタが絶妙に生活感があり、また日常に溶け込んだ時間をテーマにしている作品も多く、そこがおすすめポイントです。特におすすめの動画は、夫婦の危機を面白いインドダンスで乗り切る、という動画です。結婚記念日にインド映画を見に行くという約束を忘れていた夫が、不機嫌な妻のためにインドダンスを披露するというネタなのですが、とにかく面白いので全員に見てほしいです。4位、霜降りチューブ。人気芸人の、霜降り明星、が運営しているチャンネルです。動画は8分程度の短いものが毎日投稿されており、さすが芸人さんということでとにかくただの会話が全てお笑いを見ているかのように面白く、終始笑いっぱなしです。特におすすめな動画は、せいやさんが考案するオリジナルゲームシリーズで、絶妙に意味のわからないルールのゲームを2人が爆笑しながら言っている様子がとても面白いです。また、2人の仲の良さが伺え、テレビで目にするときとは異なる視点で霜降り明星の2人の絡みを楽しむことができます。3位、ゴッキー。ゲーム実況を主として活動している男性 YouTuber です。素顔がかなり綺麗で見ているだけで眼福なのですが、とても面白い性格をしており、いい意味でギャップです。トーク力がすごく、何気ない雑談もとても面白いです。ゲームの腕前もよく、あんなに面白いことを喋りながらよく上手にゲームができるなぁといつも動画を拝見しながら感動しています。下ネタや少し品のないワードが用いられることが多々あるため、ファミリーや小さい子供には向いていないかもしれませんが、学生には莫大な人気を誇っていると思います。2位、ヒカキン。ヒカキンさんは、全年齢が安心して見ることのできる男性 YouTuber の代表格なのではないかと思っています。とても健全な動画が多く、ファミリーで楽しむことのできる YouTuber です。お金があるがゆえの動画がやはり多いように感じますが、しっかりトークも面白く、嫌な感じが全くありません。ボイスパーカッションを特技としており、たまに上げるプロレベルのボイスパーカッション動画が普段の動画とのギャップを感じることができ、それもおすすめです。そして、1位はキヨ。キヨさんの動画を見て、YouTube にハマった人もいるほどです。キヨさんは、主にゲーム実況を言っている YouTuber です。
歌い手やゲーム実況以外のジャンルの YouTuber とも親交が深く、コラボ動画を上げることも多々あります。特に人気歌い手のまふまふさんとのコラボは多く、近頃は歌い手ファンからもキヨさんの動画のファンが増えています。ゲームの腕前が良いことはもちろんですが、見ていて面白いゲーム実況者といえばキヨと言っても過言ではないほどのトーク力があり、1時間を超える長回しの動画も細部まで飽きることなく楽しむことができます。またシリーズ物の動画も多々上げており、具体的には絶対絶命都市、デトロイトなどの名作のほか、プロジェクトメイクオーバーなどといった海外物のいわゆるバカゲーなども定期的に動画を上げており、ファンからは好評です。いかがでしたでしょうか。今回は現役女子大生に聞いた好きな YouTuber ランキングをご紹介いたしました。あなたが好きな YouTuber さんが今回のランキングに入ってましたでしょうか。他におすすめな YouTuber さんがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。